こんにちは、トトチャンネルです。今日紹介する商品はこちらです。ニューブーマーさんの犬用おもちゃっていう形ですね。スーパー SD ペッツかな。まあ、商品名ないです。で、これもザ・中国なんで、ちょっとこう、心配ですね、品質的に。開けてみたいと思います。はい、開けました。こういう感じですね。結構作りは丈夫です。とここに見えます、口が大きく開くんで、ここにおやつを入れてあげて、でこうワンコがこういう感じで遊べるみたいです。悪くはなさそうな気もしますけど、ここから本当におやつが出てくるんでしょうか。それですね、心配になって。価格は1400円ぐらいでした。結構高かったですね。全体的にだいたい9センチとか10センチぐらいの大きさみたいです。こんなです。これはちょっと新しい感じで、しかもあとポーチができそうなんで、ちょっと最初中国だから心配だって言っちゃいましたけど、そしたら期待ができるかもしれません。はい、それでは試してみたいと思います。誰と思うとして、かわいい。お、転がった。ナイスキャッチ。
もう一個出た。すごいじゃん。